上がりました。わー、すごい、怖い、うわー。どうも、やらまいくカンパニーもちもち大福です。お茶丸です。浜松餃子お願いします。さあ、やってまいりましたよ、今日は。はい、こちらどこでございますか。僕のお茶丸の同級生、サンフィッシュ木野さんです。初上陸でございます、こちら。初上陸。あなた初上陸じゃないでしょ。あなたお友達の常連のところ初上陸じゃない。現在朝8時でございますんでね、頑張っていきましょう。じゃあ後ほど、ね、はい、大将がね、いらっしゃるみたいなね。はい、あ、出てくるかもしれない、出てくるかもしれない。出てこないでしょ、さすがに。面白い人出てきたけど、え、魚出てきた。いや、やばいやついる、やばいやつ。魚さんのお魚が出てきたわけじゃない。不審者いて、不審者いたよ。大将でしたよ、大将。いや、魚泳いでる。大将、木野さんの、木野真也さんです。大将、お願いします。本日はよろしくお願いします。みんな見てる。祭りだ、やいそう。やいそう。やいそう。今回は浜松市南区にある大人気の鮮魚店、サンフィッシュ木野さんに突撃。新鮮で美味しいお刺身と木野弁が大人気。今回はそんなサンフィッシュ木野さんが今年の3月から始めたキッチンカーを中心にご紹介します。これさ、うわ、すごい。いや、すごいよ。店内に入らせていただいてさ、初めてだ俺この裏側の方に行くの。すごいね。めっちゃ飛び跳ねてる。手さばきがすごい。もう早いよ。うわすごい。今深夜がさ、油立ち上げに行ってくれてるだけとか、雑誌に出たっぽい。あ、乗ってる乗ってる。木の弁うまそう。新しい魚屋の姿を見ていただき、その醍醐味を感じてほしいです。かっこいいや。かっこいいですね。あ、出た。出ました。やいそう。やいそう。やいそう。キッチンカーの説明してやいそうじゃなくて。キッチンカーね、買いました。すごい。どすごいじゃんこれ。そう。ちゃんと書いてありますね。すごい。キッチンカー気になった。3月に買った。流行りじゃん。ね。乗っちゃった。臨場売れそうだなこの2人。だいぶ臨場。浜松一のムードメーカーだで。俺らの学年のあの北の国からのモノマネみたいやってたよね。今やらんあれだな、うん、お前食べてるでしょうがってね。いきなり出た。文化祭で出てきてさ、いきなりモノマネし始めるもん。分かんない。大爆笑みんな。クラスじゃなくても学校壊れるんじゃねえかっていう。やっぱメニューが、そう、金目鯛とアジと、これ新発売。うまく、美味しそう。アボンガード、ね、そう。いいかな。はい。うわあ。げえ。すごい。これは先ほどのアジです。早い、もうここ。アディダス。アディダスは関係ない。これ。慶応ボーイ知ってる？浜松すげえ盛り上げてる人。そう。だから勝手にね、あの旅行って勝手にアップしてね、応援するだよ。でもフォロワー5000人ぐらいいる。あ、すごい。一緒にいろいろやってる。これ多分、ね、知ってる人いるんじゃないの？これ。チーンって。パンがね今。そう、パンが上がりました。はい。ね。うわ、めっちゃいい匂いしてる。これ。メニューはさ、やっぱ深夜がそのアイディアを出して、うん、そう出してスタッフさんと相談で決まってくる感じ。みんなでね、決める。だからやっぱりみんなで食べて、あの自分のイメージだけでは全然ダメなんで、だからあのいろんな人に食べてもらって10人ぐらい、でそれで商品化するかしないか。すごいね。それが厳選素材。すごい。だからこうやってやっぱね、キッチンカーの醍醐味はこのその場で
作りたてを食べれる。あ、いいですね。そうだからやっぱさ、サンフィッシュ昨日だとさ、大量に作るからさ、冷めてるよ、お弁当とか、まあ電子レンジとか、まあね、温めるしかないもんで、だけどそれはこの場で作ってこの場で食べてもらうから、それがいいね。それいいね。だってさ、お魚屋さんのさ、新鮮なものがその場でフライになるって考えたらいいな。そう、このさ、ここでもそうだけど、うん、他のところ行く時でも朝おろしてさ、持っていくもんで、どやばい、新鮮なままじゃ。で、ね、でここでさ、こうやってやってもらうときさ、さっきおろしたのをああやってつけて食べるから、絶対いいじゃん。どうぞ。絶対いい。絶対いい。魚が魚あげてる。そう。今日の映像です。ずっと見てられますね。いいですね。最高だよ。あげてる瞬間はやっぱずっと見てられます。わかりました。わあ。すごい。めちゃくちゃいい色。これ。いやいそう、いやいそう、いやいそう、いやいそう関係ないんだよな。こらうわ、どやばい、どうまそう、これどやばい、お腹すくう。どやばいに。めちゃくちゃお腹すくう。上がりました。これさ、これ特製ソースですか。そう、特製ソース。うわ、うまそう。ね、うわ、これを挟むわけよ。うわー、うわー、やばいよこれ。今回のでっけえな。特製だね、特製。これは撮影用です。やめろ、そうやって言うのやめよう。こっちは何も言ってないんですよ。あ、そうか。うわー、うわ、たっぷり。うわ、普段はキッチンカー舞台もいて、そうそうそう、魚屋さん舞台もいてって感じ。そうそうそう。じゃあ実際にお刺身買われて、そうそうそう、これアジフライドッグ買って行かれるみたいな。そう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 、そういうこと。だからまあちょっと待ってる間に、あー、めっちゃいいですね。こっちやるとか、はい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 、うん、うわー、出来上がりました。すごい、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 すごい。うわー。後ろから絶叫が聞こえる。いや、すごいに、ボリュームが。すごいに。行きましょうよ、出来たてのうちに。食べるだよ。これ。一口で収まる。まあ今日はすごいサービスで大盛りにしていただいちゃって。ちょっとね。めちゃくちゃで、ね。めちゃくちゃ。この味も前坂の味だに。ああ、前坂のやつだ。地元のやつだ。産地消。食べるに。食べよう。でっけえ。どんめえ。なんかこんタルタルがこんだけ。どんめえ。どんめえ。パンパン。うわあ。パンじゃない。味が。これこんな味。本当食べたことないわ。やばい。最高。よだれてるわ。やっぱ出来立てだでね。そう、出来立てだもんで、こういうこんなふかふかの味ぐらい聞いたことないわ。そうだな、すごいね。だってさばいて揚げてまで、うん、そうそう、さばいて揚げてめちゃくちゃ、うん、そのままだもん。うますぎる。うわいただきますよ、これ。いただきます。柔らかい。柔らかいだよ。やばい、ふわふわだ。うまっ。うまいね。どううまい。こんなに、そう、しっかりとしたアジの、うん、アジの味も流れてないんだけど、こんなすごいんですね。なんでやねん。ボケてないんだ。面白いこと言ってない。なんでやねん。俺がアジにふかふかって言ってたに分かったら、俺こんななんか、グッてアジの旨味を感じることないもん。ないな。その、ね、東京とかだと、結構ね、時間経ってるものを食べるね。そう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 。本物の味うま。すごいよ、地元の味だ。あと冷凍の味とか。うん、そう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 。衣サクサク。そうそう。やっぱあとあれ、あとあれだね。これ。これ。これ。あんまり言われると味落ちるんだよ。美味しく食べたいのに。そうだ。でもいや、めっちゃそのタルタルの。旨味と味の旨味でパンが全部それをギュッてこう口の中に入れてくれる。めちゃくちゃうまい、これ。うまっ、これ。
出来たていいですね、やっぱ。やっぱね、これはいいわ。だからやっぱキッチンカーの醍醐味はやっぱね、その場でね、提供できる、出来たてを。うまい。それがいい。うまっ。やってよかった。いや、うまい、これ。やってよかったな。いいね。止めて食いたいもん。食いたい。タルタル美味しいですね、これ。そうでしょ。このタルタルね、好評なの。このタルタルめっちゃうまい。巷ではね、飲めるタルタルって言われる、うん。あ、本当だにこれ。飲めちゃう。飲めるタルタルだ。なんかもっとマヨネーズ感強いタルタルとかありますね。あ、あるね。すごい、うん。めちゃくちゃ。ちょっとさっぱりとして。さっぱりと。アジのフライに合います。食べやすい。アジフライドッグどうまかったよ。やばかったね。そうだな。東京で食べたことない。ない。新鮮だし、ふかふかだし。熱々のふかふか。うまかった。タルタルもそうですね。やったー。嬉しい。くるくるくるー。さっきからそれ何なの。なんか魚が尻尾くるくるした瞬間イメージないし。いや、なんかこれ。ツッコミする。このツッコミですよ、皆さん。何をお届けしてるんですか。そもそも2人はどういう関係か、この動画しか見てないから。ああ、そうか。まず浜松で同級生なんですよ、うん、そうで、まあ、僕ら2人とも経理科、うん、ただクラスは1回も同じじゃなったもんなってないね。クラスで経理科って、もともと浜松の経理科ってすごいあの賑やかなクラスが多いだから、うん、多いね。うるさかった、うるさかっただけど深夜のクラスはもう深夜をきっかけにして、なんか隣のクラスのなんかすごい笑い声がどん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 聞こえてくる。だからその頃からもうずっと愛されてる。変わらん、うん、そう、変わらんよ、ほんと変わらんね。楽しかったの、一番ね、人生の中で楽しかった。なんでかんだでね、マジあそこ楽しい。そうそうそう、いい高校だった。そうで、厳しい中にも、その、うん、なんていうの、ジョークも聞く学校だったもんね。そうそうそう、もういい先生だった。でも浜松卒業してる人みんないますよね。言うよね。高校の時めちゃくちゃ楽しかったっていうの。でもね、やっぱそうですね、規則正しい、うん、やっぱね、おちゃらけたとこもあって、あのちゃんと知ったとこもあって、そうそうそう、これは社会に通用しますよ。浜松魂。浜松魂。何を誰に届けたの。中学生から届けたんですか。やっぱさ、蓋を開けてみるとさ、浜松ってさ、商売してる人多いしさ。あ、多いだよね。そうそうそう。だからさ、この、うん、なんか助けてくれるだよね。あ、やっぱ ね、自営業の人多いから、うん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 、そういうのもね、あの浜松の醍醐味。だってもう、なんならそういう浜松のルートとして黄金ルートだに、ね、だって商売やってるもんね。一番ね、お店やってるもん。そんな大きいお店とキッチンカーと、ね、すごいよ。で、あれだな、そのこのキッチンカーも、うん、あの普段浜松市内とかで、うん、ちょこちょこ行ったりとかして、そう、呼ばれててね。まだまだね、あのさ出始めだから、はいはいはい、まだオファーあんま来てないもんね、うん、ここまでぜひ、ガチンって、ガチンって、ここまで、でも、ぜひぜひ、そうですよ。よろしく、浜松市内であれば、言ってもらえれば。あ、でも、静岡県。あ、静岡県全域。全域行ける。全域、静岡県全域行けます。熱海も行けますよ。じゃあね、アジフライドッグ食べたい人はぜひ呼んでいただいて、呼んでもらえればね、はいはい、お子様がいらっしゃって、うん、なんかインスタのストーリーとかでなんかたまに切ってる姿、なんか見てるだけど、手伝ってくれたりもして、だって同じ道を歩む可能性あるよね。いや、あるね。で、小学生の時に三枚おろしができた、いや、すごい、あのお父さんでいるから、息子も小学生で三枚おろしできるら、ね、もうすぐできるら。すごいね。さっき俺はキッチン入った時にさ、肩叩き券が貼ってあって、俺泣きそうになった。あの券ね、うわー、お子さんと、あれもったいなくて使えんかった。あれいいですね、使えんかった。ちゃまるのお母さんも気に入ってくれてるね。そうそうそう、お母さん、うちの母ちゃんはもう卵焼きが大好き。ああ、うん、そうそう、いい、ね、冷めても美味しいね。うん、ここのお店の影響で東京でもどこ行っても刺身食べます。あ、そう。そう。でも松丸、あ、ね、お茶丸好きだろ。お茶丸大好き。お茶丸刺身と日本酒だもん。そうそうそう。でもやっぱここのが一番ですよ。一番一番。あ、嬉しいね。でね、だってここでさ、買うときにさ、俺2人で食べるのにさ、うん、結構な量買って。すげえ買う。だって、そんな、大丈夫かよ。すげえ買う。いや、本当だってね、なんか大家族で食べるぐらいの量の写真あげてたりする。すげえ食う。大福がだからよく見てた写真は、うん、今後のサンフィッシュ木野さんのあの刺し盛りのやつ。そうそうそう。でもあれもペロッと食べれちゃうわけでしょ。食べれちゃう。うまいだよ。
はい、告知。告知は、はい、告知何か告知ってなるか。はい、じゃあ告知があればぜひ、はい、何か、はい、一応、月曜日と火曜日がお休み、はい、基本的に、はい、で、うんうんうん、まあお盆と正月と、うん、あのゴールディングとかやってますね。おお、一応ねやってるんだ。やってるだよ、やってます。いいですね。だからね、助かるお客さんもいっぱい、ね、はいはいはい、いるから。お正月なんてやっぱお刺身出てきたら、ね、そう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 、くるくるやってるだよ ね、 ね、増えたり減ったりして、勝手に来る人がキッチンカーの方もね。そう、キッチンカーもね、はい、はい、これからだもんで、うん、でスタッフも増えてきて、はいはいはい、ね、みんなでやってるもんで、はい、応援よろしく頼むにやるまいか終わった終わっはい、ということで今日はサンフィッシュ木野さんの方に遊びに来させていただきました。アジフライドッグ美味しかったに。じゃこれからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むにやるまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。